親方様、おはようございます。雪村、これより修行を始める。精進せえ雪村、見事試練を乗り越えてみせい。果たしてみせますぞ。ついに始まった武田式修行道場、別名武田男祭り。数々の試練を乗り越え男を挙げるのだ。果たして真田幸村は見事試練を切り抜けることができるのか。準備は良いな。行け幸村。はっ、うん、燃えてまいりました。熱血武田道場その1。試練も乗り越えてみせようぞ。準備は良いな。百人組手開始。まずは百の男の荒波に呼ばれる。我が炎を消えることなし。鹿から者は目の者を見よ。俺も試練。
見事されど武田の神髄はここからよ。皆の者、気合、気合じゃ。お役人様が呼んでいる。お役人様、気合だ、気合だ。燃えるぜ。負けるか、みなぎる。闘魂絶唱。やっべえ、雪村様にも気合が入っとった。熱血突撃。くっ、安心の流れ、超人あるのみ。闘魂絶唱。燃えよ我が魂。手加減してください。我が炎、消えることなし。そこまで。あっぱれ。ならば、この男をいかに裁く。ようこそ我が道場。ってな、いくらなんとも恥ずかしすぎるだろう。これはどうもこんにちは。この雪村を知っているとは。そなた何者だ。私はサルトビサスケの友人だ。そなたサスケの知り合いか。これからもサスケをよろしく頼む。そのことだが、折り入って頼みがある。あいつはすごい奴だ。仕事ができる上に男前。安い給料で働かせると罰が当たるぞ。罰でござるか。ということで昇給よろしく頼むよ。うわっ、おい、今本気で殴った。腕の立つ勝負だった。サスケと同等の力、いやそれ以上か。じゃ、次はこれでどうだい。我こそは真田源次郎雪村。どう、似てる。我が心を熱く燃ゆる。こんな感じか。なんてこと、この雪村に化けるとは。あやすめ、見せてくれる。この雪村は全力で追い切り出す。ってね、見ていてください。親方様、燃えよ我が魂。いや
日本一の強者なり。こりゃ慣れると結構楽しいな。おいよ、我が魂。あれあれあれ、まずいか。やめたやめた、割に合わないってこれ。悪いね、俺様は抜けさせてもらうぜ。さよなら、探せるもんなら探してみな。我が物、あんたに逃げる兵士が殴れるかな。卑怯なり、逃げるとは何事だ。うわ、偽物はあっつです。ちっと足りねえか。本当に殴るとは思わなかったぜ。何をしておる。気合、気合じゃ。親方様、雪村一番崖にござります。雪村、あっぱれ、あっぱれ。うおー、親方様、果たしてみせましたぞ、親方様。